コストコの新商品出てました。洋梨スコップケーキ、重さ 1.5キロ、お値段税込み1298円です。これあれだよね、あのストロベリースコップケーキの兄弟姉妹、もうこういうのも絶対美味しいですよね。新商品ありがとうございます。いただきます。とろけるフルーツの自然なすっきりした甘さとこのクリームの滑らかな感じがよく合います。おいしい。もう一気にいただいていきます。足りるかな。シャキシャキ。あと1/3。もうただただ美味しい。
ごちそうさまです。そして今日のデザートは、定番のティラミスドルチェ。デザート。やっぱデザートいりますよね。それではデザートいただきます。わあ、このシュワーって、たまらん。だってもうシュワーって届けて、届けるじゃなくてシュワーってもうとろけてなくなりました。いや、うまい。うわ、歯いらないもんね。食べるのが夢中で見せるの忘れとった。以前のも美味しかったけど、なんかティラミスドルチェになってからもさらに美味しくなってます。食感がやばい。
つけちょる。最後一口。ごちそうさまでした。コストコの新商品、洋梨スコップケーキとデザートで食べたティラミスドルチェ、本当に美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。小中子でした。美味しかった。最近ね、あのサイズのっていうか、あの形の大型スイーツ、コストコの大型スイーツが1個じゃね足りないの。なんかね、